はい、えっ、ー、と、凡事徹底シリーズの続編ですけども、そうですね、なんか、誰にもできないことを誰もがやらないところまでってなると、もう完全にこれはですね、まあ、人を教育することができないな、というところに来てしまいますね。うん、まあ、あの、さすが吉谷さんというところでございます。まあ、誰もできないことをやるっていうのはね、えー、まあ、そうなんでしょうね。何でしょうね。私もよく思うんですけども、誰もができることで、 誰もができない結果に結びつけることっていうのはまあなかなかねできないなというところですよね。うん、で人っていうのが継続できないとかね、えー、いうことが分かっている。 人の気持ちを変えるほどの自分に力量がないってことを分かっているのに人を導けるのかな、そんな偉そうなことできるのかなと私はいつも思ってしまうのとあとはですね、あ今回20時間ライブをお疲れ様でございますあの私は20時間ライブはやらないかなっていうよりもむしろね、長くやるよりも私の場合はですよ短い時間で最大限の効果が出るようにっていう風に考えてるんで20時間ライブをやって 1>, 1人2人をどうにかする、まあ、5人10人をどうにかするっていうことよりも私の場合は10分とか20分の自分のねアウトプットとか指導によって、えー、50人100人がこう変革してくれることを望むんでですねどっちかっていうと私がやるとしたら20時間ライブではなくてなんかね5分ライブみたいな感じですかね5分ライブをやってその5分でねおなんか自分のやってることに気づいたぞみたいな人をお、まあ、日々 生んででいるってところですかね、まあ、そこに私のね毎日のライブ放送の、まあ、趣があるわけなんですよ私のライブ放送っていうのは毎日やってますけども3分とか5分で終わるんですよねその3分とか5分っていうもので人の心を捉えて人の気持ちを動かしてその人に結果を出させるってことを挑戦してますんで後々ですねももっともっととと短くなるかと思います思えばですね世の中の名言って短いものばかりですよね 時は金なりとか言ってからね、1秒ぐらいで読み終わってしまうものに、ハッとした気づきがあるとかね、まあそういうことがあるわけなんですよ。まあそういうのが私が求めるところかなと思うんで、ここは吉谷さんと私のね、大きな違いだと思います。私はあの短い時間でやろうとしてるってところなんですよね。まあただね、20時間ライブではないですけども、私は24時間、個別相談をやってましたんで、もう1年以上ですね、1年というか3年ぐらいやってましたね、足掛け。で、日によってはですね、 これがね、あのー、30時間ぐらいになることもあるんですよ。1人に対して2時間の時間を設けるんですけども1日に、まあ、12人とかね12人きっちりは設けられないんですけどもあの休憩時間とかね待ち合わせの時間もありますんで大体1日に10人とかがあるわけですよ。そうなると15人の予約が入るともうこれはね1日半ずっと私はぶっ通しでまあ、しゃり続けるってことがありましたね。うーん まあでもそれはね相手のいることなんでできるのかなと思いますけども吉谷さんみたいにカメラに向かってたった一人でねライブをするっていうところは正直言って私は経験がないのと、うん、まあ何と言いますかそういうのもね大したもんだなと思います吉谷さんにしかできないなと思いますけども私はやらないかなと思うんですよねそこを目指さないというか短い時間の方にどん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 向かってるんで長い時間の方には全然いかないかなっていうところはありますよね。 まああのー、どぎもを抜くと言いますかね、なんか100時間ライブとかありましたけども、100秒ライブとか言って私はね、やりたいなと思ってる方なんで、長いもの長いライブだとすごいだろう。 っていいうのも確かにすすごいんですけど、私は短いのをやってるぞすごいだろうって方に行こうかなと思ってまあ、全く反対の方向にそこは進んでるなっていうところでございますね。まあ究極です私はね、まあ、1秒動画とか2秒動画っていうのも上げたことがあるんですけどもあそこでもね気づきを持った人がいるっていうのが私のちょっとねあやってやったぞみたいな感じですよね。あの確かね3秒か5秒ぐらいであの雪の中でね喋ってる動画があるんですけどもそれ4月だったんですよ。 4月で雪が降るところってどこだって特定してその場所はここでしょうっていう風にね3秒5秒のああなんだこれ雪が降ってきたっていうたったこれだけの動画でそこまでねあの自分のことを動かしてくれる人がいたっていうところは私なりのまあ成功だったかなと思います、まあ、20時間ライブをしてそのライブ放送くださいっていうのと私はまあ同じようにですねこんな3秒とか5秒のものなのに私の動画をそこでね見つけてくださってもうあれはフェイスブックライブだったと思いますからねライブで見つけてくださって。 え、この時期に雪が降ってどこなんだと北海道でも降ってないぞと当然沖縄でも降ってないぞということは天気予報を見てここかみたいな形でメッセージを送ってくださって、えー、すごいなと思いましたそこまでね私の足取りを気にしてくださるのかとかそしてそこまでね久保さんがどこにいるのか知りたいということで自分が行動してくれて検索してくれてっていうのを考えるともうビジネスで検索するなんてもっともっと朝飯前だなと。 私は思いましてね。まあその方に対して今でもね、ちょっとこう、なみなみなる思いがあるってところですけどもね、あれからどうしてるのかなと消えてしまいましたけどもね、すごい人は消えてしまいましたね。もっとすごくなっちゃったんですかね。はい、今回はそんな感じですかね。凡事徹底2でございました。